はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アキです。おい、コロプラなんちゃってちょっと怒ってますけども、ジュエル4000個への道、いよいよ完結編で、まあ今回反省会ということでね、やっていきたいと思うんですけども、4000個結構な数ですよね。これを貯めるのに約2週間かかりました。これは私がですね、あんまりログインだけでほとんどストーリーとかやっていなかったということで達成できた数字だと思います。まあ普通の方はね、4000個貯めようと思ったら、今だいたい月に1200個前後の配布なのかな、やり込んでる人で。ですからなかなか難しいかなとは思います。で、4000個というとね、約8万円弱もし課金したとしたらですね、かかるみたいですね。8万円ですよ。だから皆さん絶対今回の動画を見て課金はするなよ。絶対に押すなよ。ということで、早速、今回のガチャ振り返っていきたいと思います。キャラガチャ11連×10回、武器ガチャ10連×10回、合計210回を引いた結果でございます。ではご覧ください。はい、ではまずは、キャラガチャの方から見ていきたいと思います。もうサクサクっとね、もう結果だけ見ていただいたら分かると思うんですけども、もう最初からね、みたいな感じでね、まあ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 って、まあ、この辺はね、余裕の、感じだったんですけどね。ミヒト君もね、ちょっと読んで一緒に引こうみたいな感じでね、やってて意外と出ないねって、まあ1回目やからねみたいな感じで、2回目なんかもう金の数すら少なくなってね、でも意外とこういう時にいいんじゃないかみたいなね、まだまだ望みのある20連目でございます。22連目の時かな。もうね、もうこの辺ちょっとグレてましたね。あまりにも出なさすぎて。で、いつも引き慣れてるミヒト君はね、もうあと何個しか金出ないよっていうのが分かってて、あ、終わったね、みたいな感じのことをよく言ってましたね。はい、で、これが3回目。これもね、もう全然出なくて。で、見てたらね、急にこう画面が変わっちゃってね。なんとこの時に星4が出ました。やっと1回目の星4です。33連目にして1個目の星4。で、大事な画面が撮れてないっていうね。本当に残念な結果だったんですけども。まあ、これもね、なんか楽しそうなキャラだったんでね。まあ、この辺でちょっとテンション上がって、まあ、こんなもんだよねって。そろそろ星4出るんじゃないかと思って、金の数もこうやって多くなり、頑張っていってたんでございますけども、もうね、ん?みたいなね。で、お、出たーと思うと星3やしね。どうですかこの星の、なんていうの、引きの良さみたいなね、感じでね。ちょっともう、ミヒト君とどうするみたいなね。で、まぁ、今回は無限ガチャを5回。で、普通のガチャ、ね、ノーマルのガチャを5回っていうことだったんで、もう1回で終わるのかな、無限ガチャの方が。もうね、この辺ね、突っ込むしかなかったですね。はいはい、みたいなね。はい、頑張って、みたいな。注射嫌いでーす、みたいなね。ないです、みたいな。全然近づいてへんし、みたいなね。もうこんなもう、この一個一個に突っ込んでいってた感じでございます。で、おー、なんか来た、これ絶対いいぞと思ったら笑われて、しかも星3みたいなね、任せられるかっていうような感じでね。で、皆さんもね、この時の私の心境になってみてください。もしね、8万円ほどね、課金してて、さあ、張り切って引くぞって言って、こう、どんどん出ていかないとき、こう、お金がチャリンチャリンチャリンみたいになくなっているような心境だと思います。まあ、私の場合は、絶対課金しない、無課金で、やっていこうと思ってるので、まあ、そこまでね、辛くはないんですけども、これなんか見てください。9個ですよ。9体、金があってね。ほとんどが星3というね。で、まあ、先ほどの話に戻りますと、星4。
欲しくて、2週間もかけてね、徹夜の日もありました。仕事終わって夜遅くまでね、でミヒト君にも手伝ってもらって、ちょっと協力ぐらい助けてとか言いながらね、あ、今日やっと2500個10連引けるねって、あと1500個で武器ガチャ引けるねみたいな感じで、本当は1週間ぐらいで貯めるつもりだったんですけどね、そんなに甘くなく、全く何もやってない私でされ、さえね、2週間かかる内容でございます。で、今の皆さんの状況であれば、まあ、やってらっしゃる、やり込んでらっしゃる方であればね、4000個貯めるのって、今の段階でですね、4000個貯めるってすごい大変だと思います。私も4000個貯めた後に、もうほとんど行くとこなくて、だいたい2000個過ぎたぐらいからかな、キャラが、キャラっていうか、イベントとか、何ですか、ストーリーのね、敵が強くなってきて、で、ストーリーの内容もね、ちょっと難しくなって、でここちょっと一回テンション上がりましたね、星4が出てね。で、しかも、2連発。なんでこれが最初の方に来なかったかなみたいな感じですよね。もうこの頃ってもうガチャも残りあと2回ぐらいしか残ってないんじゃないですかね。で、敵も強くなり、だんだんとジュエル集めもね複雑になり、なんていうの、罠に引っかからないようにだったりとか、痺れないようにみたいなんとかね。で、今回の一番のキャラが今の弓使いかな、が私のちょっと好物になりそうな、あと水木奈々ちゃんの何ですかがボイス声優やってくれてるね、キャラもねなかなか良かったかなとは思ってます。で、結果もうほとんど出ずに最後にこれで終わってしまうみたいなね。で、武器ガチャでございます。武器ガチャはもうほんとね、サクサクっといくんで、なんかもう喜ぶ暇もないみたいなね、銀だ、銀だ、みたいな、金だ、今星4じゃなかったみたいな、そんな感じで引いていきました。でももうこの辺はね、ほとんど作業みたいな感じでしたね。でもまあ、結構楽しむことはできました。武器ガチャに関してはですね。まあ、私よくギアガチャって言って間違ってしまうんですが、これ武器ガチャが正解ですよね。で、まあ、結構星4以上もね、なんか一回引くたんびにね、星4、星5みたいなのが出て、もちろん被ったりとか進化したりとかいう形で出たりしてですね、なかなかコンプっていうのは難しかったんですけども、まあいいじゃないでしょうかね、これに関してはね。私結構喜んでます。でも何ていうんですかね、いっぱいお金持ってらっしゃる人が課金しながらね、こんな感じでこう100連とかいう感じでなんかやってらっしゃる動画見ますけど、気分はいいですよね。いっぱいこうガチャもジュエルを持ってて、まあパズル出たら魔法石なんか持っててね、引いたりするのはすごく楽しいですね。ただ悲しいことにね、白猫さんはあまりイベント、ガチャのイベントってやらないんですよね。ガチャが変わりましたとか、ニューキャラ登場っていうのは出るんですけども、そのニューキャラの出現率が、例えば 2.5 倍とか、まあ、3倍でもいいですよね。まあ、3倍の方がいいんですけど、3倍とかね。で、例えばパズドラであれば、超絶、5倍とかね。なんかそんな感じのあれじゃないですか、ゴッドフェスであったりとか、今でしたら超獣神祭であったりとかね、トレジャークルーズのスゴフェスであったりとか、ああいうのってこうそういうのが出そうなね、煽りがありますよね。でも白猫さんの場合はそういうのが全然ないんで、なんかこう本当にね渋いなっていうのは思います。結局キャラガチャが、まあ星4が4体、結果ですね、星4が5体ですね、まあ1個かぶりで、あとはもう星3、星2がもう7割から8割から9割かぐらいですね、星4出現率が約 4% で、武器ガチャに関しては、星5がまあ6体、4が11体、だから4以上が17体ですね。で、まあ出現率が約 17%、まあ、合算すると、キャラガチャ、武器ガチャ合算すると約 10%、10回に1回ぐらいはですね、星4以上が出てるのかなっていうのは思いました。
で、まあいい時期で、まあ今回ゴッドフェスがねちょうど一緒にやってたので、ゴッドフェスをちょっと2日間にわたって引いたんですけども、結果がこんな感じです。まずは銀が出て金、まあ白猫さんでいう星4ですね、星4以上っていうやつですね。でまた次も銀、これ星3ぐらいですかね、白猫さんでいうとこのね。でこれが星4と、で最後5回目ですね、5回目も星4と、ということで約6割出てます。どうですか、 60% と 10% だから皆さん絶対に銀はしちゃダメですよ。でね、今回はちょっと私のガチャ運が悪かったということで、私の敗北を認めます。参りました。で、ミヒト君にちょっといろいろ聞いたんですけど、ストーリーとかがなんか一回リセットできるっていうことで、またゼロから集められるよってことなんですよね。ということで今度はもう一回挑戦します。今度はキャラガチャのみ、前回は4000個貯めたんですけど、今回頑張って5000個貯めます。5000個貯めてキャラガチャ20連やっていきたいと思います。220回、今度は勝てればいいなと思います。はい、ということで4000個反省会っていうか白猫プロジェクト検証終わりたいと思います。それでは4000個への道終了、続きは5000個への道で。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。